なんかいただいたスーパーチャーで気づいたんですけど、今日は10月31日ということで、天才の日、つまりジーニアスの日、つまりリリカの日で、でん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 、はい、であり、まあ、ハロウィンパーティーの日ですね。そうなんだよ。すごくない？今気づいちゃったんだけど、勝手に判定してない。勝手に判定ってなんだ。なことはないだろう。ハロウィンですよ。急に冷静にならないで。いやいや、今日ジーニアスの日だから。そうですね。メル先輩のお誕生日でもありますね。昨日突然、ご飯もぐもぐし、ちょうどね、し終わった後ぐらいだったかな。に、ディスコでね、連絡が来て、いや、今配信中だったりしませんかみたいな。もしよかったら、みたいなので連絡が来て、ひわーってなりながら、ちょっとお話しさせていただいたんですけど、そう。まあでも、リリカも天才なんで。うん。リリカもね。まあ、天才の天みたいなとこあるんで。天才の天ってなんだ？天才の天ってなんなんだ、マジで。でもガチで緊張してて、本当に、なんもおもろいこと言えなくて、もうマジで恥ずかしいんですけど、まあ、その恥ずかしいリリカを見てね、プークスって、くそー言って、ちょ、思ったより大パン出ちゃった。ごめんなさい。思ったより強い大パン出ちゃった、今。力の加減を知らないんで、本当に、触れるものすべてを壊す女なんで。ごめんごめん、びっくりさせてごめん、びっくりさせてごめんね。ゴリリリカ出ちゃった。ゴリリカ出ちゃったな。強めの大パン出ちゃう。泣かないで。泣かないで DV しちゃった。ごめんね。ごめんね。やばい、逃げちゃう。みんなが逃げちゃう。大丈夫な、叩いた後に優しくするから、嘘だよって言って。違うんだよって。ちょっと今のは間違えちゃった。こういう愛の形もあるからねって言って。どんな愛の形だよ。ないよ。ないよ。叩いていい愛の形なんて何にもないんだから。そう、性癖かな。いや、リリカがされたいとかそういうんじゃないんで。なんだよ、それ。絶対に嫌だ。DV だけは勘弁してください、マジで。うん、そこに愛はあります。可愛くてごめん。生まれてきちゃってごめん。